ではですね、次は上級編、さらにステップをちょっと上げていきたいと思います。はい、はい、では腕立て伏せの姿勢になりましょうか。手をついて肩の真下ですね、手を結構前についてしまう人が多いので、そうですね、自分の肩の真下についてそう足を上げた状態、これがスタート姿勢になります。はい、そこから右の膝と右の肘を立つ。 OK、 これでいきましょう。どうぞ、5秒前、2、1、さあ立ちさせて、お腹で持ってきて吐く息でお尻蹴る、タッチで、これで蹴ります。1、さあ後ろに蹴って1、さあここ動かさない、ナイス、吐いて1、素晴らしい、ナイスタッチ、1、さあかかとで押し出す、1、はい、 OK、 ナイスいいですね、今みたいな形でしっかり安定させるので、骨にしっかり入れていきましょう。はい、で先生になって左足タッチ、吐いてキック、ナイス、吸って、はい、 OK、 ナイス、いける範囲でいいでしょう。1、さあ吐いて1、さあナイス、1、ナイス、中1、はい、 OK。 あ、浜崎さんが左のパーツが硬いっていう今度クロス、はい、右の膝を左の肘に向かってタッチさせましょうか。はい、はい、腕を下に捨てなって、そう反対側の肘に向かって、そう伸ばす、ひねって、そうナイス、伸ばして、1、タッチしにいって、そうお腹に刺激入れて、ナイス、お腹に刺激入れて、そう吐いてキック、タッチ、ナイス、ゴー、タッチ、オッケー。では反対側行きましょう。2、1、腕立て伏せから逆側吐いてキック、1、キック、1、ナイス、そう、ただ上がると癖が出やすいのでしっかり補正していきましょう。そう、ナイス、お腹持ってきて、グッと、そう、 OK。では肘付きになっていただいて、そうですね、足閉じましょう、うん、このままお腹ゆっくり上げて右足から外に持ってくる、そう、1、はい、左足、1、そう押し上げないように、そう、そこで1、そう、ナイス、左交互に1、そう右足、1、そうナイス、左足、1、そう頑張って、ここで安定させて、1、はい、 OK。では今度はクロスですね、はい、内に入れていきましょう。なので、そう、ゆっくり上げて、そう右足、そう1、はい、クロス、左、ナイス、そう1、そうナイス、上げすぎないように、そういいイメージ、1、ナイス、1、ナイス、1、ファイト、1、 OK、 いいですね、素晴らしい。では次は肘を開きましょう。ワイドで持って、ふとっていって体をつけるといいですよ。そう、足も開いて、でそのまま肘ついて体を持ち上げて、そう、グッと、そう、ストップ、そう、手と足を広げることによって体幹の負荷がより高くなります。広げれば広げるほど高くなりますので、頑張っていきましょう。ナイス、いい感じですね。はい、OK。 ではまた骨盤になりましょう。膝を上げて右手左手、はい、右足左足とちょっと下げましょう、はい、うん、で膝をアップアップ、そう右手アップ、そう左手アップ、 OK。 右足アップ、そう左足アップ、繰り返して、そう右手アップ、ナイス、左手アップ、そう右足アップ、頑張って左足アップ、そう続いてお尻がこのように、はい、OK、ナイス、OK。